皆様こんにちは、田辺の和室です。こんにちは。こんにちは。はい、和室にはエアコンじゃなくてストーブがいいですね。ストーブにのような存在でありたい田辺です。皆さんのお弁当の、海苔弁の鰹節になりたい酒よりです。あれはね、鰹があるからいいんだよ。ね、海苔弁の底上げをするといいますか。うん。うわ、海苔弁さ。うん。ね、海苔弁さ、どこの食べたことある？ホットモット。え、のり弁、ホットモットとか、でもオリジンとか、うん。この、でしょ？うん。ね。うん。あのね、うん。すごいのり弁があるよ。すごいのり弁？うん。1500円。それはすごいのり、だって、幕の内でもなかなか1500円はないよ。うん。海苔弁で、うん。1500円。ええー。海苔弁でしょ？そうだよ。だから本当に、米。うん。海苔。うん。鮭。鮭。おかず。うん。1500円。でね。うん。その存在は聞いてたの。うん。ピッタシックスにもあるし。うん。でも、海苔弁で1500円はさ、ほら、私たち銀座でバイトしてたから。うん。暇さえあれば銀座ね、ふらついてたけど。うん。やっぱ、スイーツに1500円は出せたけど。うん。海苔弁には出せなかった、ずっと。海苔弁ってだって、言ったら お店、弁当屋で一番安い。下手したら300円とかさ、うん、そうだよ。そんぐらいで食べれちゃうのに。そう。だけどね、うん、まだぼる塾になったばかりの時、うん、出会った。うん、何、どこ、はけみたいな、はけな、はけ、はけ醤油みたいな名前だったね。あ、お店屋さんの名前が、うん、はけ醤油。そう、銀座シックスに今もあるのかな。あるあるある。いろんなとこにあるの、それは。新橋にもあるんじゃない。あるよ。本当に。そこはのり弁屋さん、弁当屋さん、うん、弁当、あの、のり弁でも2種類ある。2種類かな。そう、山と、うん、海と、うん、であって、海は鮭、うん、山だか畑みたいなのは肉みたいなのが入ってた気がする。両方食べた？うん。両方美味しい？両方美味しくて、結局どっちも美味しいんだけど、うん、まあ私の好みは鮭だね。ああ。でもなんかわかる。そう。あのね、うん、うん。米の量もちょうどいい。でもね、ね、聞いてる方に見えないのがすごい残念なんだけど、うん、ベンタースオリジナルの孫に喋ってるおじいさんみたいな顔で田辺さんが。確かに。うん、しみじみした顔してて笑っちゃった。ごめんごめん。いや、ほんとね、米の量がちょうどいいんだよ。でも、のり弁ってことは、さっきも田辺先生がご飯の上におかずが乗ってるスタイル。そうだよ。そう。物足りなくないの？足りなくない。ちょうどいいんだ。ええーうん。本当にうますぎて。うん。で、前のマネージャーの M さんは、その存在を知ってたから、うん、これめちゃくちゃうまいやつだって騒いでたの。うん。ロケ弁かなんか出たの？うん、スタジオでね。うん。で、私も、はっと思って、こう、それってもしかしてと思って。うん。ギターシックスのと思って。うん。で、だから私と M さんは、持って帰った。
わあ。え、教えてあげた？アンリちゃんとハルちゃんにこれはすごい乗り弁なんだぞ。その時ね、お腹いっぱいだったんだよ。ああ。2人は。うん。だから持って帰ってないの。持って帰って、物いっぱいだったら持って帰って、あ、まあ。持って帰んない、お腹いっぱいだったら。ああ。だから本当にすごい美味しくってって言ってさ。うん。うん、そう。で、私ね、それがあまりにも美味しすぎて、うん、インスタのストーリーにね、載せた。うん。うん、そしたら、紅生姜の稲田さんからね、うん、DM 来た。あ、やっぱ好きなんだ。うん。うん、稲田さんも食べた時に、衝撃を受けた味だったらしくて。うん、え、そんなにすごい海苔弁なんだ。うん。ええ。海苔弁って言ったら私はもうやっぱ、あそこの海苔弁だわ。そんな、食べてみたい。1500円。え、なんか、もう正直、これは1500円だわって感じ？そうだよ。うん。こりゃ1500円だよ。1500円の、あ、でも、そっか。ロケ弁とかにも使われてるんだもんってことだよね。うん。じゃあそのお弁当を用意してくれたところはすごいロケ弁に力を入れてくれてる。いや、そうだよね。1500円。いい番組。1500円だって普通にレストランでご飯食べれちゃうじゃん。そうだよ。うん。わざわざ買って食べたい味だね。うん、今度じゃあ、なんか自分で自分を褒めてあげたいとき買ってみようかな。買った方がいいよ。うん。買ってみよう。噂のジョジョ園弁当もついに食べたね。え、どうだった？おいしい。いや、おいしい。え、私、ジョジョ園、ジョジョ園で食べたことなくて、田辺さんはジョジョ園食べたことある？ある。ある。じゃあやっぱそのさすがジョジョ園弁当もさすがって感じ。うんうん。なんかさすごいさ弱いパンチを繰り出すようなこと言うんだけどさ、うん、私あのスーパーでこの前さジョジョ園キムチを買って食べたのよ。ああ、うん、あれめっちゃ美味しくてさ、めっちゃうまいよ。うん、ジョジョ園キムチがこんなに美味しいんだったらそれジョジョ園の肉はどんだけ美味しいんだって。そうだよ。え、ジョジョ園のサラダのドレッシングもめちゃくちゃうまいよ。え、は売ってる？あ、スーパーで売ってる。スーパーで。緑の蓋で。うん。あの、ちょっとね、高い。うん、いや、高いよ。うん。だけど、あの、うん、ちょっとの量で味がしっかりしてるから、結構持つし、あの、コスパは悪くない。買ってみよう。で、美味しくサラダが食べれるから言うことないよ。うん。ジョジョ園弁当美味しいんだ。初めて見たね。うん。初めて見た。もう言ってか、焼肉屋さんのお弁当っていうもうさ、感じがもう絶対、なんか、勝利を確定してるというかさ。あ、そうなんだよね。でもさ、ここ最近テイクアウトもさ、うん、充実してるね。うん。ちょっと、ね、ごめん。弁当で一個だけ言っていい？うん。あの、オリジン弁当のホイコーロー、美味しいから食べてみて。え？ホイコーローは食べたことない。美味しい。そう。あの、ちょっとね、あの、本当にホイコーロー美味しいから、あの機会があったら食べてみて、オリジンでなんかお弁当食べる機会あったら。ホイコーロー。ついさオリジンだとさ、うん、なんかうちの地元のオリジンめちゃくちゃ混んでんのよ。うん、でもうすごい待つの。うん、うちの地元のオリジン駅のさ駅に2つあんの。うん、2つとも混んでんのね。おだからいつもね、もう置いてあるすぐ買える海苔弁ばっか買ってた。
ああ、ね、オリジン普通にお弁当そのまま置いてあるところもあるもんね。そうそうそう。うわあ、もったいない。いや、ほんとちょっとね、お弁当のホイコーローってたまにさ、豚肉の味噌炒めみたいな感じの時あるじゃん。うん。じゃなくてもう本当に、ホイコーロー！ええー。うん、これはホイコーローです。なんかちょっと中華屋さん、うん、中華料理屋さんで食べるホイコーロー。わあ、いいね。そう。ちょっとまあ混んでたらあれかもしれないけど、うん、ちょっとチャンスな時とか、確かに。一回、ぜひ、なんだったらあれ、今度私がいつか持ってきたいぐらい、ちょっと食べてみて。あ、でも幕張の劇場にあるわ。あ、でちょっと、食べてみて。うん。いいね。うん。ごめん、私今ちょっと割り込みホイコーローしたけど、田辺さんなんか話そうとしなかった。ああ、いや、ちょうど弁当の話になってさ、ちょっと、うん、新大久保にね、うん。手打ち麺を販売してるとこがあって、販売っていうか手打ち麺で提供してるとこがあってね。うん。手打ち麺って、ラーメンとかそういう麺？ジャージャー麺と海鮮ちゃんぽん。ああ。韓国ってさ、ラーメンはない？ある。あるか。とか、インスタントラーメンある。うん。ちょっとそこのね、うん、商品がすべてうますぎて。ちょっと、本当に、ちょっと店の名前はごめんなさいなんだけど。なんでじゃあ話すの？田辺さん、なんでいつもさ、これはちょっとまだ言えないとかごめんなさい。なんでそれを言う？教えてくんないのに言うの。うん、とにかく美味しい店があるよ。ちょっと探してほしい、皆さんにも。手打ち麺っていうのはだいぶヒントになってる？だいぶヒントになる。ジャージャー麺と海鮮ちゃんぽんってもう調べたら多分出てきちゃうね。へえー、そこがすごい美味しいんだ。そう。信じられないぐらいね。へえー、なんかさ、うん、私あんま新大久保さ、詳しくないからさ、うん。お店いっぱいあんじゃん。うん。食べ物屋さんさ、うん。田辺さんってその、最初に美味しいお店とか見つけた時ってやっぱ何？雰囲気で入るの？そうね。いや、最初はね、うん、イケメンがいるかどうかで見てた。昔の私はね。ああ、店員さん？うん。うん。まあ、あとは新大久保にも仲間がいっぱいいんだよ、私。すごいな。カラーギャングみたいじゃん。うん、新大久保と渋谷はね、うん、仲間がいるんだよ。すごい、田辺さん、ヒプノシスマイクだったら一人だけ二つの街を兼任してる女だ。確かに。確かに。あ、じゃあお友達の美味しいよっていう情報が入ってくるんだ。うん。うん、そうね、うん。私、田辺さんに聞くまでさ、炭水浴っていう食べ物とか知らなかったもん。そうでしょう。まだ私は食べてないからさ。うん。よくわかってないけど、炭水浴が何なのか。よく今目の前にあるんだよ、実は。は、あ、これは、唐揚げみたいな。そうそうそう。で、それに甘いタレもね、ついてきてね。そのお店はね、うん、これ言葉だけなのに、このお店はテイクアウトにするとバラバラに包んでくれる。嬉しいね。だって、普通、あ、これ酢豚みたいなもんだっけ？そうだよ。酢豚ってもうさ、あんかかった状態で渡されるじゃん。そう。もうバラバラ。ちゃんと今、私は映像が見えてるので、セパレートでね、違う容器に入れてくれてるのが。うん、そうそうそう。ここがね。美味しいんだ。うん。美味しいよ。ここは何？仲間の情報？ね。すごいじゃん。なんか、田辺さん、ドラマとかに出てくるさ、かっこいい姉子みたいじゃん。うん、なんか主人公とか困ってたら登場してさ、なんか困ってんのかいっつってさ、田辺さんが声かけたら、なんか仲間がゾロゾロ出てきてさ、なんか探し、なんか一緒に探してくれる人。
いや、すごいよ。うん。すごいね。仲間がいっぱいいるのか。もしかしたら、みんなもね、あの、新大久保とか遊びに行ったとき、すれ違った人が田辺さんの仲間かもしれない。確かに。確かにね。あるよ。うん、新大久保全然な、行けてないけど。あれ、今もやっぱでも、食べ物屋さんは元気？うん、元気なんだとは思うよ。うん。そう、なんかこないだはね、こないだってちょっと前だけど、うん、あ、BTS のメンバーの方がお誕生日だって、うん。にぎわってたね。ああ、お祝いしに行った新大久保で、韓国のご飯とか。そう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 。ああ。そうね。ね、行けてないな、うん、昔さ、田辺さんと一緒にさ、新大久保のさ、コルギ顔のね、小顔矯正みたいなコルギ行った時にさ、田辺さん、隣同士でやってた田辺さんの方から、うひゃ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 、ごめんなさいって声が聞こえてきた。うん。あれはすごかったね。うん。なんか、痛くしないでって言ったんだっけ？くすぐったかったんだっけ？くすぐったかった。そう、田辺さんがなんか、あってすごいなんか。で、終わった後にさ、でもなんか、すごい、もっと我慢してれば効いたんじゃないかってちょっと落ち込んでたのもまだ覚えてる。ああ、そうそうそう。ちょっとやってもらったね。うん。でも今日もさ、うん。今日あれ、頑張れるやのよしこちゃんが教えてくれた、うん。毛穴のなんか、肌のなんかね、行ってくるよ。え、これから？うん。いいなぁ。よしこちゃんで、よしこちゃんでさ、うん。あの、いやマジ、よしこちゃん本人にこれ連絡するほどのことじゃないんだけどさ、うん。ずっと気になってることがあってさ、あの、クロックタワーっていうホラーゲーム？うん。があるのよ。うん。で、その主人公のジェニファーっていう女の子を見るたびにね、うん。ヨシコちゃんを私は思い出すのよ。うん。しかも困ってる時のジェニファーの顔を見てる時に、困ってる時のヨシコちゃんの顔を思い出すのよ。うん。でもさ、そんなことわざわざヨシコちゃんにさ、LINE するのはさ、ああ、確かに。だなと思ってさ、ずっとそう、よしこちゃんのこと思ってんだけど別に本人に言うほどでもないなと思って、うん、でねそうもう一個ねこれもしかしたら田辺さんがもう解決してくれるかもしれないんだけど言っていい、うん、本人に言うほどでもないんだけどずっと気になってること、うん、昔あの筋肉少女隊の、うん、かな頭を良くしてあげようっていう曲が私好きで多分ね、どっかのね、そう、っていう話をしてたときに、学付けの木田さん、うん、が、ライブ、多分、あれ、本当に幸せライブかなんかで、一緒だったのか、うん、あ、その曲、僕の、あの、母親も好きなんですよ。かな、頭を良くしてあげようっていう話をね、うん、聞いた気がするのよ。うん、でも、私、それが、その曲を聴くたんびに、学付けの木田さんの、まあ、お会いしたことないお母さんのことを思い出すんだけど、あの、もしかしたらそれ夢の中の話だったのかなって。怖い。なんか、いや、でも、あれこれ、本当に木田さんのお母さんが好きって話を木田さんから聞いたのか、自分の夢でそんな夢を見たのかって、その、金賞のね、歌を聴くたびに思い出すんだけど、うん、わざわざこれもさ、本人に連絡するほどのことでもないじゃん。田辺さん、その時いたと思うんだけどさ、覚えてる？覚えてないよ。多分多分ね、本当に幸せライブ、なんだっけ、とかだった気がするんだけど。覚えてないか。覚えてないよ、全く。
なんかますますなんか夢の説が濃厚になってきたね。本人に聞いたら。でもこれってさ、本当夢の中の話だったらマジ意味不明じゃん。いやでもお疲れ様ですってさ。確かに木田さんとね、一般に連絡取ってるならまだしもね。いや、そう、もうめちゃくちゃさ、その数年ぶりにさ、あ、お久しぶりです、お疲れ様ですって言ってさ、あの筋肉少女隊とこの歌って、あの、お母様が好きな曲だったですかねっていうの、すごい恥ずかしいじゃん。うん、そうだよね。だからもうやっぱこれはじゃあ、また今日も謎のままなのかな、このこと。でも本当に気になるなら私は聞くけどね。うん、でも、なんか微妙なラインなんだよね。え？微妙なラインなんだよね、その、なんかそんなめちゃくちゃ気になることでもなくない。だ本人に会えたら聞きたいぐらいなんだよ。なるほどね。そう、なんか、本人に会って、あ、お久しぶりですって言って、なんか、何ラリーかしてっていう。うん、なるほど、ね。え、何そういうこと、田辺さん。本人に言うことじゃないけどって。いや、もう私ね、無理で気になって聞いちゃうのよ。何でも？うん。なんか最近聞いたことある？じゃあ。言うほどでもないかもしれないけど、聞いちゃった話って。でもそもそも言うほどでもないけどがないよ私。だって、うん、だって言うほどでもないってなったらさ、うん、あれあのみたらしがさ、うん、あのソファーちょっと高いところに座らせてさ、すぐさ、うん、降りるじゃん、高いところから。で、もう一回座らせろって言ってさ、うん、言ったか、ちょっと怒ったって言ってたじゃん。うん。でさ、あの、みたらし泣いたってマジさ、聞くことでもない。確かに。みたらし、私もさ、聞いた後さ、みたらしが泣いたかどうかなんてマジさ、どうでも、どうでもってさ。わかる。私がね、その、自分から乗せろって、って言ったから抱っこして乗せたのに、うん、すぐに飛び降りてまた乗せろって言ってきて、うん、それに対してね、ちょっとどういうことだって、うん、怒ったことに対して田辺さんが泣いたって思った。いや、そうだよ、そうだから聞いてんだよ。私気になったから、うんうん、別に聞かなくてもいいでしょこれ。うん、ね、で、うん、そうしたみたらしを怒り返してきたんでしょ。怒り返してきた。ダメだよ、お母さんが乗せた今ね、すぐ降りたじゃんって言ったら、みたらしの方が強いじゃん。そうで、強いよ彼。ほら、やられるよ。うん、だってほら、田辺さんがせっかくさくれたさお菓子にもさ回し蹴りしてたしさ。そうだよ。だって田辺さんがね、そう、全然関係ないところではさ、なんか、美味しいっつって食べてんのにさ。いやー、そっか、田辺さん反射的に聞いてるかもね。そうなのよ。だから、そうなんだよね。あんまね、うん。聞くほどでもないけど。聞いちゃった話。ああ、聞いちゃうもんね。あと、私の場合ちょっと怖いのが、自分で、完結してるってところがあるよね。節がある。あ、ね。そうだよ。あれとかもそうだっけ。あんりちゃんが震えた。うん、あれ、あんりちゃんが震えてないって自分で勝手に思って震えてないよっていう話とかか。そう。私今すごい意味不明な話しちゃったんだけど。震え。なんか、あんりちゃんが、夢の中で坂寄さんが失踪した話を、うん、あの夢を見て、それでなんかね、うん、それがすごい気になったのか、まあ私には別に失踪した夢
を見たっていう話はせずに、なんか次の日めちゃくちゃ連絡してきたっていうことがあって。で、そしたらその田辺さんから聞いたら、なんか、坂入さんが失踪した夢見たからじゃないみたいな。うん。だからなんか、会いたいって言ってたよみたいなこと言ったんだっけ。で、そういう夢占いは、失踪の夢は、その会いたいっていう気持ちがあるらしいよって言って、それを伝えた。うん、あ、そうそう、そのあんりちゃんが私に会いたいっていう気持ちがあるっていう夢占いっていうのを聞いて、で、私はほら西野カナ世代だからさ、会いたいって言って震えたって聞きたくなったから、あんりちゃん震えてたって田辺さんに聞いたら、いや震えてないよって返ってきて、うん、あ、なんだやっぱ震えてないのかって思ったら、うん、後で田辺さんが一応あんりちゃんに確認したら、あんりちゃんがいや私震えてましたよって、うん、そう、だから私はね、勝手にね、うん、解決してる節があるんだよ。そうだよ、勝手にあんりちゃんが震えてないって嘘をさ、うん、嘘申告してきた。いや、そうだよ。危なかったよ。私はもう、あんりちゃん震えてないのかって思ってたからさ。思わないよ。どうしよう。足よ。震えてなかったのかって何やっぱなんかね、ちょっと寂しいじゃん、震えてなかったの。うん、震えてほしかったんだよ。うん、震えててよかったよ。よかったよ、震えてて。うん、よかった、確認してね。もしかしたらこれでもボール塾に亀裂が入ってたかもしれない、田辺さんのせいで。うわ、危ないよ、確かに。うん、もう2人の知らないとこでね。そう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 。怖い。いや、怖いよ。こういうさ、多分、でも田辺さん悪気なかったけどさ、うん、もしかしたら、田辺さんが昔やった、その自己判断によって、どっかで誰かがすれ違ってるかもしれない。いや、怖怖いよ。うん。ね。じゃあ、あれだよ、ちょっと違うかもしれないけどさ、ご飯屋さんとかでさ、なんか、女の人だからって、勝手にご飯少なめとかにしない方がいいよねって話だよね。いや、ほんと。確認大事。うん。ほんとに。私もそう、私だからって大盛りにしないでよって思うし。そうそうそう。なんか、ちゃんとね、ご飯の量をさ、うん、自己判断じゃなくて、ちゃんと確認してくださいっていう。そう、私、唐揚げの時はご飯少なめでいいのよ。そうなの。唐揚げとハンバーグは。ああ。でも、あ、そっか、唐揚げは別にご飯が進む系のおかずではないか。そうなんだよ。生姜焼きは？あー、ダメ。なんだったら大盛り？カレー。あー、カレーはね、うん、進むね。そう。ご飯多めがいいな。麻婆豆腐とかも。あ、麻婆豆腐。多めがいいね。うん。そう。生姜焼きは大盛りじゃなくていい。それ、うん、ハンバーグも進まない？ごめん。うん。どちらか、パンにしちゃうね。ああ、パンと一緒に焼くか、ハンバーグは。うん。こないだだから、アンギに悪いことした。またこれ、私はさ、アンギがするって聞いてたんだけど、うん。聞いてたんだけど、自分がパンでさ、うん、うん。先にパン頼んで、二つって言っちゃってさ、ややこしい。ああ、でもすぐ停止したよ、うん。うん。うっかりいいか。うん。私でもハンバーグ米の方がいいな、私も。あら。うん。うん。パン、いや、でも夜のハンバーグは米だよ。うん。あ、昼のハンバーグってこと？昼のハンバーグはパン。ああ、うわ、いや、ハンバーグは米かな。あんまり私パンとライス選べるとき基本ライスかも。あるかな、パンの方がいいやつって。ロールキャベツは米。いや、あのね、パンだよ、ロールキャベツの。シチュー。パン。ああ、米かな、私。ライスとパンって、
それも難しいな。パンにするやつあるかなって今すごい必死に探してる。ええー、いやでもね、あれ、トロイカっていうね。うん。岩手の方の。うん。トロイカのね、ロールケーキ、うん、あ、ロールパン、ロールパンじゃない。ロールキャベツはね、もうパンで食べるためのロールキャベツで。うん、ええー。トロイカ。トロイカ、え、お店ある？お店は、あの、岩手のアンテナショップに行っていただいて。あ、アンテナショップで買えるんだ。うん。人気だから、まあ、私もこの間よ、夕方行った時1個しかなかったけど。あ、じゃあ、売り切れちゃう可能性もあるんだ。やめ、ちょっとこれパン、パン添えるか、ライス添えるかって、ちょっと、いつか改めて真剣に語りたいね、これ。確かに、これはね、長く喋れそうだわ。これはちょっと長く、1時間スペシャルになってしまう。確かに、なりそうだよ。うん。じゃあ、ちょっと、今回は新たなちょっと、ね、議題が見つかったところで、うん。お開きに。お開きに。はい。それでは、良い。はい、じゃあ、すいません、田辺さんから。え？田辺さんから締めで。すごい。すいません。では、はい、それでは、いい午後。いや、いい午後に聞いてるか分かんないけどね。さよなら。良い日にちを。さよなら。